見事ですね。ついてこい。考古学的にも貴重なようですし、修復が必要ですね。 No。 こんなとこでキュービと戦うってどうやって戦うんだ。できると思うな、バカ野郎、この野郎。ここは昔から美獣と対話できるシステムになっている。領域、この建物の部千発、この石像の口の中へ頭を入れろ。全員普通に説明してください。わかりにくくて。心の闇がない。ったく、どころか首を石像に噛みちぎられる。承知。つまり俺はお前のリスクが大きすぎる。ナルト、影分身でやればいい。見張っている。ごまかしは効かない。しかしヤマト隊長、でも大切なことだ。逃げらんね。自分を信じるんだってばよ。うん、そんな、なんてこった。エスター、お決まりだから熱い。何ですかバカ野郎、この野郎。これって、美獣に会うことができるけど、俺とは昔修行して ここはもう少し別の意味もある。 OK。 俺の話をよく聞けよ。師匠封印です。師匠封印、立派なもんじゃ。おじじ様が言うならしゃ。これって四代目火影が残したお前の腹の。もしこのコントロールがうまくいかなかったら、キュービーが完全。新しい陣地売り機を連れてくるまでキュービーはここに封ってみせっからよ。オーケー、なら扉を閉め。ナルト、お前に簡単、ルールは簡単。よう、相変わらず目つき悪いな。なんだってばよ。本当のお前はどこに行った。お前は憎しみを、極論。どういうつもりだ。今口が塞がってる。行くぜ。キュービが封印。チャクラはチャクラでしか捕まえられねえ。これ超刺激。キュービから直接綱引き勝負だ。オッケー。お前の精神の中がうまく力が出せるわけでもねえ。残念。こっちが全部抜き取られてチャクラがゼロになったらどう。ハチリと組んだか。キュービの陣中域とはろう。確かにリスクはでかい。取れるだけぶんどっちまえ。それがホービー。サンキュー、ダゴロンさん。だ、強力な協力はここまでだ、ナルト。あ、うお、超大玉螺旋丸、大玉螺旋丸。封印開けたりしねえだろ。すぐに今だ。弱ってる。今のうちに。その一部。より強すぎ。本当にヤバいかもしれん。かなりの試練。いい、
ここにいていいのよ。ナルト。なんだ、どうして。そうよね。じゃあ私が誰か当ててみて。なんというやば。手番ね。癖がついちゃって出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。じゃあミナト、何も言わなかったのね。私はあなたの。あ、ずっと会いたかったってば。あったみたいです。何があった。うん、ゆっくり聞くわね。その前にキュービを。でかした、ヤマト。いや、こんな状態のままで大丈夫なんでしょうか。待ってる俺たちとっても退屈、退屈しのぎに二人で対戦。今ナルトは己自身の中で一人キュービと戦ってる。俺たちがどうつ。ナルトを信じて待っててやることだけだ。愛してる。なんだろう。あなたを愛してる。すっげえ。でもそう持たない。今のうちにやっちゃいなさい。ルキー、行くぞ。くわえ。よせろ。まだ、やった、キュービのチャクラを引きずり出したぜ。わしを食わせたな。この力が。ごめんな、キュービー。少しの間、待っててくれ。ナルト。うん。やっと行ける。あなたに言っておかなきゃならないことがあるの。16年前の真相。まずはそこからね。そう、16年前の話をする。キュービの人中力として選ばれた。本当言うとキュービの人中力。なんで他の国の母ちゃんが人中力なんかになんなきゃ。国と渦の国、この葉隠れの里と渦潮隠れの里は遠い血縁関係にあたる忍びたち。生命力封印術を得意とする一族たちが住んで、他の師匠封印もベースになっているのはもともと私たちの里の術だし。ナルト、あなたの背中にあるマーク、それ、そのマークが用いられているでしょ。なの。戦乱の時代、その封印の能力を駆使して各地へ散らばってしまったらしいわ。だからって、なんで。める強いチャクラを持って生まれたらしくてね。知ってる？うん。私の前任の人、マキミト、マダラとの戦いでキュービを手にした初代派の人中力となった。それからはずっとこの時、私が連れてこられたの。キュービの器として。された時私にも事実は知らされていなかったし、それ知っていたのは三代目を含め上層部数人だけ。キュービのプレッシャーや孤独感で押しつぶされそうになった。うん。